新居の聞きもえぐくていいっすよね。今回はモノローグの VCO についてやっていこうと思います。で、 VCO っていうのはボルテージコントロールドオシレーターの略で、シンセサイザーの基本となる音の波形です。で、モノローグって電源を入れると自動でオシレーターのチューニングをしてくれます。モノローグは VCO1 と VCO2 の2つのオシレーターを使って音作りをしていきます。じゃあまず VCO1 の方からノコギリ波三角波パルス波で、このシェイプでオシレーターの形を変えることができます。で、 VCO のレベルはミキサーでそれぞれコントロールすることが可能です。じゃあ次は VCO2 の方やっていきます。 VCO1 と同様にノコギリ波三角波で、シェイプで形を変えることができます。で、 VCO2 の方はパルス波がない代わりにノイズの波形があります。で、 VCO2 の方はオクターブ変えることができます。ピッチもつまみで変化させることが可能です。じゃあオシレーター1の音を足していきます。ピッチをずらすと音が分厚くなります。で、 VCO2 の方はシンクとリングモジュレーターでモジュレーションすることが可能です。じゃあまずシンクやっていきます。シンクの聞きもえぐくていいっすよね。リングモジュレーター、ちょっと金属っぽい音になります。こんな感じですごいモノローグの VCO はシンプルなんですけど、結構いろんな音作りができるんで、ぜひいろいろ試してみてください。